こんにちは。こんにちは。こんにちは。おはよう。おはよう、こんにちは。おはこんにちは、皆さんおはようって、おはようだな。こんにちは。おう、ありがとう。シリさん、なんかキラキラしてる。ありがとう、ありがとうございます。ありがとうございます。台所配信久々じゃない？めっちゃ久々なんだけど、めちゃめちゃ久々ですね。ね、くたらさん、ありがとう、ありがとうございます。後ろかわいい、ホワイトで仕様になってるのかな。ありがとう、ちぎさん、ありがとう。さとさん、ありがとう。マライカさん、ありがとう、ありがとう。なんか作って、作りません。ちょっとだいぶね、お皿がちょっと溜まってきちゃうので、言っていつもよりかはそんな溜まってないんだけど、ゆっくり皿洗いしていきたいと思います。バナイガチさんのデュー、こんばんは。皿洗いひるきさん、さらーひるきちゃんでーす。すちすち、すちすち、あたっちゃった、すちあたっちゃった。髪の毛ボッサーなんだけど、気にして。ホイユーさん、みーもさん、ありがとう。てっきありがとう。あっつ、あっつ、うぃ、ピッチュピッチュ、アタッチアタッチ、ピッチュピッチュ、アタッチアタッチ。今日3姉妹の日なんだ。そうなんや。ほう、3姉妹の日なんだ。そうなんや。ひるきじゃん。白い襟大きいな。あいつさんも同じように来てました。いや、同じかわかんないよ。あれ、最近の流行りだからさ、あれ、あのお店が違うかもしれないし、まあ、ほぼ同じようなやつ。今日は口が白いマスクしてるからね、完璧わからないんだけど、どうどうしていいかね。待っていたいね、さん、ありがとう。チチチチチャパチャパチチチチチャパチャパ。キャスキでキンキン中。いいな、キャスキ見てないんですよねーって。よいしょ。つる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 。お、ミニチュさん、ありがとう。鍵みたいなやつ。今日こそ OK ってことでした。OK はしません。いや、ミニチュア、こんばんは。ハルさん、こんばんは。でも、それ見た、見てない。見てないですよーって。サラーライフェッシーはちょっとコメントがね、ところどころ読めてないんですけど、ごめんなさいね。響きの唯一の高そうな、高そうなフォークです。ちなみになれる。ゆいさん、ありがとう。ひろしさん、ハートありがとう。お皿、洗い物はお湯だよ。お湯、当たり前。その寒すぎてお湯だよ。ひろしさん、ハートありがとう。ガーンって聞かった、ありがとう。ひろしさん、ありがとう。先生のごめんだけど、申し訳な、しません。しません。その気分で時々結婚してあげますよとか言うけど、しません。しないですよ。しますよ。
ちーちゃん、僕と地球関係ないよね。圧、めっちゃ圧かけてくるやん。めっちゃ圧かけるやん。わお。クルーさん、何ビューテックさん、素敵。分析が間違い。あたりない。うん。そうなんですよ。お母さん、ありがとう。ありがとう。はい、ありがとうございます。クルーさん、ありがとう。あれもありがとうね。私はスケールあるわけない。あるわけない。ナッシング。あったらびっくりだわ。スパイさん、ありがとう。つついであげて嫌です。すみません。あ、私を養ってくれるんですか、皆さん。養ってくれるならいいですけどね。失ってください、誰か。ひっちゃん、僕の独身です。今日は日付、配信日付変わるまでやる。うん、今日はそんなに長くやんないかな。あっしは今絶賛お腹が空いて食べたい欲を抑えているので、お皿洗いをしたら、あのお風呂に入って寝ようと思います。いつもさ、遅くまで起きてるからお腹空いて何か食べてしまうからさ、あの近っ端に向けて少しでもむくまないようにっていうか、まあね、少しでも細く見えるようにちょっとだけ頑張ろうと思う。とっつかない。いりません。え、ちゃな、ビューチ名前とかわいい。ありがとう、ありがとう。え？納豆食べたおちゃん、水につけておくとネバネバなくなるね。そりゃそうだ。できない、俺に食器ない、ないわ。ないわ。でかしたら皿洗いさんになるのよろしくお願いします。いいですね、それは。私皿洗いあんまり好きじゃないんですよね。水回りとかあんまり好きじゃなくて、結婚式やつのメイク絶対しない、しないから、ほんとしない、ほんとにしない。カルトさん、なんで1日に内部を3本あげます。いらないです。そんなうまい棒を3本毎日食べてたら太りますか。うまい棒とかあんまり食べてないな。ほんとほんと久々に食べたら、うわめっちゃ美味しいってなるよね。普通に毎日食べても美味しいんだろう。結構前はね、うまい棒のコーンポタージュ味すごい好きだ。あと明太子味、ね、明太子味食べれないんだけど、うまい棒の明太子味だけは食べれた記憶。失ってください、ある意味逆プロポーズ。いやまあそうだけど、誰と結婚するとか言ってないからね。え、私食洗機欲しいんだよね。ちゃんと洗えよって話なんだけど、食洗機欲しい、マジで。洗うのは本当に嫌い。かずぽさん、ハントありがとう。かさやめちゃん、こんばんは。グリーンさん、ありがとう。さっきチョコモナカジャムとえいのずるずる、アイス食べるとかずる。ターボーくんさん、こんばんは。かさやめちゃんさん、ありがとう。猫、ありがとう。ハントほれ、うま、まおまおマックたちはやめて、ほんとマジで食べたい。最近マジマック食べてなくて、本当に食べたい、本当に食べたいすぎますね。
まあ、朝は細くないし。ヤンキコ組のアメリアブルでアイスラッキ肌にもいい、確かに。これは確かに。寝る前にアイス食べたくなり、アイスの画像を送ります。見ません、それは。いや、まずアイスはもう食べたいんですよ。私、ご飯食べた後って絶対アイス食べたくなるんだけど、今日は我慢しました。やっぱ結婚したら食洗機かは、いや買って食洗機本当に欲しい。てんてんてん、本当に食洗機欲しいんだよね。あー冷たくなった、最悪。あーもう冷たいって、もうレースやめてみて、もうありえない。こんばんは。あー冷たいよ。響のこと嫌いなのかな、水道。よし戻ってきた。あんま内部は水、水分なしで食べてみてください。どういうこと、水分なしで。あっつい、もう次は熱いのやめて、ほんとにもううざいんだけど、結構ちょっとほんとに熱い、びっくりした。今日ね、結局皮膚科行かなかったんですよ。なんか行く気なくしちゃって、前は明太子一択で美味しいよね、明太子味。美味しかった。前パパありがとう。ひびきさ、結構お腹空いた時さ、納豆食べるか、なんか野菜食べるか、卵のね、なんか、あ、やばい、卵の、なんだっけ、なんだっけ、めんつゆとか、なんかちょっと半熟にした卵を食べるんです。あの味付けは水、いや、めんつゆで、なんか炊くやつを、なんか高校の時におばあちゃんがあのお弁当を時々作ってくれてたんだけど、なんかおばあちゃんが作るあのその卵のね、なんかそう煮たやつがめっちゃ美味しくて、でそれを別にどうやってするっていうのを一回教えてもらった記憶あるんだけど忘れたけど、とりあえずめんつゆかなってうろ覚えで、めんつゆでしたら、ちょっと味違うけど、まあ気持ち、それを食べてる気持ちになったので、最近はそれにハマっております。はい、お腹すいたら、それを食べる。まあまださ、普通になんかジャンキーなものとかお菓子とか食べるよりマシじゃん。卵とかだったらタンパク質取れるし。だから、そういうのを考えてくるんですけど。ね、あーこれさ、卵が、ばあちゃんのご飯食べたいな。
うちめっちゃしないありがとう、セルシーの販売終了ねらしいね。懐かしいなと思ってさ、あれ私も時々食べてたから。ジオスターさんありがとう。コンポタージュはいいよね。ジオスターさんありがとう。叶わないぐらい自分がしますよ。やってください。よいしょ。もう叶わないってさ、めっちゃゆっくりなんだよね。いつもさ、音楽かけながら歌いながらやってます。そしたらいつの間にか終わってるから。やり始めたらさ、そんなにサラーダ嫌いとかじゃないんだけど、やる前がめんどくさくて。しかもさ、なんかさ、その気分がいい時とかはあ、すぐ洗い物しようってなってたまらないんだけど、なんかちょっとあ、なんかあ、めんどくさって思うとき溜めちゃう癖があるからよくないよね。一番結婚しなきゃって言われて結婚してないのに2回ぐらい結婚したじゃん。いや、してないけどガチではやってしないけどまあそんな結婚は軽々しくするもんじゃないから、できないから、ごめんね。軽々しくできないから、スタンプで結婚してしてあげるよとか絶対しない。叶わないし、何何十時間どういうこと。てててててて、だって結婚してギフト結構みんな誰にでも投げてるでしょ。そうやってよくないんだ。まあ投げてない人もいるけどね。お、煙が湧き上がってますね。あったかいお湯ですわ。もうそろ終わります。もうそろお皿洗いが終わります。うっくちゃん、ありがとう。そうなんだ。最近、体重落としてたのに今日お昼にマック食べて、いいな。でもいいんだよ、いいんだよ、そういう日もある。モチベーション高く食べちゃった時は仕方ない。まあ、シートデイにすればいいよ。よいよい、よいのだ。マックは食べたくないもん、仕方ない。私だって食べたい時はもう食べまくりますからね。食べまくりますよ、余裕で。絶対響きの方が食べちゃいけないの。ちょっと待って、自炊してるよ、ちょっと。昨日、代わりに食べないでください。うん、いちごまた冷凍庫に入ってる。いやいや、いちご冷凍庫入ってません。いちごはね、一人一個しか食べてない。置いてあるってやつから盗んだだけだから。先よ、どう先よ。てかさ、ココスにさ、配給のさ、わ、アップね。ココスにさ、配給のコラボがさ、ずっとやってるじゃん。めっちゃ行きたいんだよね。で、私人生でココス行ったことなくて、そう、長崎は佐世保はなかった記憶
だから行ったことなくて、美味しいんですか、ここって。ココス行ってみたいんだよね。冷蔵庫のアイスいいな。キッキー、こんばんは、こんばんは。冷蔵庫なんでぃー、だだだだ。アイスプシリさんのゲート伺われ、私も喜びます。アイス大好き。アイスあんまり嬉しくない人いなさそうだよね。上から水に変わったのは私のせいですかもしれないです。水道金かずる非常物。え、水道さ、意地悪してくるから。コント、え、そうですよ、熱くないです。スカルバってどこか知らんけど爆笑言ってないんですよ、本当。結局行くって言って行かないのが浜田氏ですね。早く行けないの。いや、ほんまにそれなの、ほんまに早く行けって話なんだよ。でもちょっと今なんかびっくりするぐらい、私あると思ってたお金がなんか気づいたらなくなってて、そう、あると思ってたお金がね、気づいたらなくなってたんですよ。だからちょっと計算が狂って、ちょっと皮膚科ちょっと行けないなーってなったんです。一旦だからちょっと休憩そう、一旦あれ皮膚科行けなくねみたいな待って、チェリンコ。オッケー。キッチンペーパーいいね。キッチンペーパー。はい、最高。はい、最高。ピュー、皿洗い楽しくないよ。あった。あ、手がシワシワになっちゃった。ちょっとのあれでシワシワになっちゃう。シワシワ。水を食べたけひーちゃん心あったかい。確かになんで光行くの嫌なの。溶かすから終わってから手洗いすることおすすめ。確かに。おすすめします。ありがとう。現実中にお腹すいたらガム。ああ、そうなんだ。ガムさ、ひびきあんまりガム食べちゃダメなんだよね。ガム確かに食べたらいいんだろうけどさ、ひびき裏にさリテーナーのワイヤーがついちゃってるからさ、取れちゃうと困るから、ガムがねあんまり食べれないんですよ。食べたいけどハイチュウとかもね取れたら危ないから食べれないあんまり。あ、お前でもやっと作れるね、天才だよね。お店作ってだし巻き卵好きです。私もだし巻き卵得意だよ。今日も食べた。今日か、違う、昨日か今日もだし巻き卵を作って、しかもいつもの作り方と違うだし巻き卵を作ったんですよ。まあまあ美味しかった。でもいつものレシピの方が響き的には好きだったけどって感じ。やってありがとう。テンサのビュー素敵、ありがとう。ガンマンは石川さん、ガンマンはじゃあガチャの土場の人。そうでしょ、普通にそうだよ。てんてんたなたなさん、ありがとう。一気やラーメン頼むとき必ず煮卵乗せますか。いや、必ずは乗せません。別にたなたなさん、ありがとう。皿洗うの見てく、ありがとう。皿洗うの苦手だから尊敬するでもちゃんと洗うんでしょ。
天才。平気も苦手だよ本当に。ばいちゃん、ひーちゃんがおばいちゃんの話してるけど泣きそうになる。どういうこと泣きそうになる今どういうこと。ゆかさんの学科でそらんのずっと知らない。そんなのがあるんですか。食洗機がある生活良かった。いいな。家ではたくさんの食器を洗うので一日放置することもあります。一時放置、まあそういうこともありますよね、そりゃ。うん、いいや。ぬりぬり席してみたらええやんじゃないのよ。他に私は溜まってるの嫌なの。少なくともなっちゃう。それが天才なんだよ。それできるの本当素敵。結婚してる人は投げるけど結婚は好きな人するまで。そうですよ、そうですよ。仮面だけ取って、お、受ける。仮面だけ取って社交をやめたやつと違って免許取れたよ。おもろいんだけど。ちょっと競ってるの。おもろいんだけど。お友達、おもろいすぎる。天才か、天才だね。もう完璧に取れたってことか。おめでとう。天才か、天才。一発で取ったってこと。天才だね、天才すぎる。やめて、やめてるって。どういうこと、どういうこと。ヒーヒーしか投げてません。確かに。ギク、あれ、スナムヤさんギク。でも結婚してきたら決めて投げて。まあまあまあ、キヨ先生ランビュー。気向いて挟まない。終わったら始まるの。もうちょっとしたらかな。よし、図鑑もやしたくさん。ランビュー光。なんだ、気だって。爆食だけはやめてね。爆食するよ。うん、立ち行くぞ。かんまい。立つこと、そこそこあんな曲ばかり聴いてたんだけど、そういう曲あんまり。なんで、なになに。てててててて、立ち行くさん、お花ありがとう。コスめっちゃいいよ、ドリンクの。そうなの。七味ハンバーグ有名だよね。食べてみたいんだよね。にココスのイメージ。なになに、ないよね。ないもん。ここ寒いないよね、やっぱ。コシコシコラム、どういうこと。ケアする心を変えたたって、皿笑う心をたって、もうどういうこと。お金使った、どういうこと。ケア、お金使った。うん、なんかそう、なんか思ったより、あの、ひゆきがケアさん知ってた、あの、計算が狂っちゃったんですよ。なんか携帯代とかなんかそういうので、なんかあれ、なんかノックノってて。まあ、ラミュー。あ、そうなんだ、あるんだ、なんか先も。まあ深い歌詞でも明るい曲を聴くのが好きで。あ、そうなんだ。私暗いやつも好きで、掛け棒つけて、前つけてたんだけどね。幸せ、ラミュー。くちゃんがランビーゆきちゃんすぐそっと外出する。それな、ひさめたランビーみゅんみゅんが欲しいだけで、今クラジシ、そうねえ、ちいこはね来たいよね。私クラジシも行ったことないんだよね。家族がね、あの、クラジシ行かないから行ったことないんだよね。さらない配信来たわって。くちゃんさんありがとうって。なんかね、ひらさんいいよ、今日みゅんみゅんゲームしてたの控えて、ジャンシン違うまで見て。あ、そうなの。みょんみょんにハンドクリーム塗らないと。確かにハンドクリーム、ハンドクリームたくさんあるから塗ろうかな。しょうさんありがとう。ホワイトデンのやつおつ、ありがとう。ルパさんありがとう。イハンさんこんばんは。ルパさんありがとう。ひーちゃん食べた。ひーちゃん食べたよ。夜ご飯食べたよ。カメさんこんばんは。ガンマン食べちゃう。そう、しわしわ。オッケー、どういうこと。カベさん、ハッタありがとう。キャスキミティ、泣いてるの。シマキタオ、サガニさん、そうなんや。シマキタオ、美味しいよね。ヒロイさん、ありがとう。ホイユサ、タコさん、ありがとう。素敵、ありがとう。ショコシュさん、ラビ、キャスキの足が今振られましたもん。うわ、マジか。悲しい、それは。めっちゃ悲しいよね。今日好きでめっちゃ泣いてたもん、私も。ラビチさん、ラビュー、ありがとう。のめがめねさん、ありがとう。かわいい。ありがとう、こっち。しんちさん、ありがとう。ルパンさん、ありがとう。学力テスト101位が計算しても、いやいや、バカにするな。私は頼んだ。
その間にか引かれて、まあそうだよね、その誕生日プレゼントもね、あげませんよ。じゃあちょっとテレテレテテレテレ、ちょっと待ってね、テレ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 テテ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 、なんか暗くね？あ、これあれか、あれしたからだ。あれ電気消すやつどこ？ちょっと待って、あれあれあれれれあれ、そういうことじゃなかったみたいですわ。だれだれ、いや、これ全開の明るさなんだ、おかしいな、暗くね。コスタ阪急クラブ調べたけど、どこでもやってるよ。グリーンハントありがとう、名前がいないやつありがとう。誰もゆいたんがもらって嬉しいプレゼント教えてほしいよ。全部嬉しいかも、全部嬉しいかもしれない。洋服とかも嬉しいし、帽子とかも嬉しいし、なんか美容グッズも嬉しいし、何でも嬉しい。ナーミョンからリファのね、クシをもらいました。やっぱり可愛くない？サラサラになります。もうサラサラだけど最高です。何もらっても響き嬉しいか。テレ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 、あれ私ハンドクリームどこだっけ。ハンドクリームさ大量なんだよね本当に。テンテンテン、消しちゃった方がいいね、大事だよね。だから今日本当にさ、なんか肌が黄色すぎて内科に行こうかなっても思ったりした。皮膚科も大事だけど内科に行こうかな。今日まだマシかな、今はまだマシだけど、なんかいつもさ黄色い。今日仕事で休み予定が、またなの、やばいねそれは。またお休みとなの。300円のガチャガチャ8回くらいしたら24回、2400円ぐらい、2400円ぐらいじゃない、掛け算したらいいんじゃない。たかちゃんさんありがとう、なかけんさかまーでーさんありがとう、きれい、それのきれいな手。ひかのひーちゃんの指紋取れるって聞きました。取れません。あれ私さ、あれハンドクリームたくさんさ、どこに直したっけ。ちゃんとハンドクリームはハンドクリームでさ分けて置いてた記憶なんだけど、浜田ひー。あ、ここに入れた記憶あるかもしれない。あれ？ほら、あった。この響きの机がね、ローテーブルなのですごい見にくい。うんうん。ハンドクリームたくさんあるんだ。佐藤さんありがとう、ゆういちさんありがとう、ホワイトでのやつありがとう、いい匂い。ベタベタしないからいい。これマレサ結婚してありがとうしないよ。ありがとうだけど
絶対にしないから。いいのかも嬉しいですか、嬉しくないです。ちょっと結婚しても喜んでください。どういうこと、結婚しても喜んでください。ひーちゃんのハンド今さっき食べました。食べないくせ今ハンドレターぐらいしか出せませんがね。夜景投げ人って相手のシーンわからなかったよく思うね。確かにね、確かにそうかもね。でもさ、なんか人からもらってさ、腕を玉木さんありがとう、デラップ変えようか。変えません。そろそろ終わるので、玉木さん誰もありがとう。そこまで気になる、めっちゃ気になる。なんか本当に黄色すぎてやってらんない。そう、ホユさんありがとう、玉木さんありがとう。と手が黄色い、いやみかん食べすぎた。みかん食べてないんですよ。それがみかん食べるのやめたの、黄色が気になりすぎて。でもみかんは関係なかった別に。ハンドの置いてる場所は把握してください。そう、あんまりねめっちゃ使うわけじゃないからね。グリアンありがとう、じゃん。下草さんありがとう、グリアンありがとう。どんなのが好き、何何、どんなの、何匂い、どんなのが好き。何なのが好きかな、難しいね。匂いどんなのが好きよ、難しいかも。匂いも表せなくない、何が好きとか。でも私結構香水っぽい匂い好きな時もあれば苦手な匂いもあるんですよ。なんかちょっときつすぎる香水だと気持ち悪くなるから、この間久々に自分香水をいつもと違うやつをつけて、で久々につけたんですよね、それをね。そしたらあまりにもなんかちょっと具合悪くなる匂いで、その日、そう、もうそれ昨日か、昨日それで、めっちゃ臭くはないけど具合悪くなる匂いだわって自分でつけてて思って、石鹸で洗ったけど取れなくて、そう、ちょっと最悪でした。そう、甘すぎる、なんかわかんない、匂いは難しいよね、ちょっと。そう、そうなんやね。そう匂いもマジでね、いろんな匂いがあるからさ、難しいね、何の匂いが好きとか。でもね、どういう匂いが響きいいんだろう。でも香水っぽい匂いは嫌いじゃないです。柔軟剤めっちゃいい匂いの人とかいるじゃん、もう最高だよね。だから最近本当に柔軟剤大好き。やっぱさ、結婚して送っていいのそんなの、怒られるよ。ありがとうなんだけど、しないけど。ハンドクリーム塗りたいけど会社の先輩から渡されたハンドクリーム塗ったら手荒れる。そうなんや、荒れる人いるよね、確かに。あれって何でも好きとか、ミルクボーイ、何それ。白熊ちゃん新人10歳の、皆さん、ひいき白熊になりたいので白熊送ってください。会った時気にしたことないけどね、会った時はつけてないですかね。つけてる時もあるけど、いつもの香水はそんなにめっちゃきつい香水とかではない。ローズマリーの匂い好き。何ローズマリーって、どんな匂い、嗅がないと分かんないね。他に別が増えて契約の見える状態ね。なんかね、今日めっちゃ調べたよね、人の家の匂い好きですか。いや、それはその人によるよね、本当に。人の匂いは話しておくの大事、確かにね。香水嫌いで口の香水とか、あ、そうなんだ。平気よ、苦手なのは苦手だよ。ひょうさん、ハートありがとう、くちゃんさん、ラビュー、ガラちゃん、決勝に。ひょうさん、ありがとう。ありがとうござりましゅ。ましましゅ。ましましゅ。じゃあ、そろそろ終わろうかな。そろそろ終わろうかと思います。もう今ちょうどコメントに区切りがついたので終わろうと思います。ありがとうね、みんな、ありがとうございました。てか、私が今日びっくりしたことは、チカッパーが思ったよりももう来るということで、あと5日後が9日がね、あれなので、
私はちょっとびっくりしました。あれもうこんな経ったのかっていう、そう、もうびっくりしましたね。ちょっとはい、ちょっともう一回ね復習をしなければいかない。今日もありがとう、大好きやよ、大好きやよ、私も大好きやよ今来たところはめっちゃ嘘、やだじゃないね。じゃあ香水つけて配信見ますね。おお、だけど香水つけて配信見るおもろい。お母さん、タニア、クリアさん、ありがとう。じゃあもう少しやる。そうだよ、言うてすぐだからね、もうびっくりだよね。ねえ、ちゃんと失敗のないように頑張りたい。うわ、本当に過去一緊張するかもしれない。本当ミスったりしたらごめんなさい。てんてんさん、ありがとう、ありがとう。この髪型そうなんです、こんばんは。ね、チカッパさん福岡のフェスに2日間ねあるけど、後悔のないようにやりたいですね。そう、朝の時間といえば今からでしょう。まあね、まあしないけどね今日はね。え、やばいよね、今日も終わり。そうそう、今日も終わり。でも推し博まをまで合わせて応援してます。パンダありがとう。ドーブさん、我慢いらっしゃい、応援してまして、来てくんないの。じゃあみんな壇上読んでいきます。先輩としてのフェス頑張るね、本当に頑張る。マジで過去一本当に緊張しそうだわ。頑張ります。20分くらいけど何しましょう。ミキが出たらおかっぱさん、おいおいおいルパーさん、マイクありがとう。じゃあ13位から読んでいきます。じゃあ13位ショウさん、12位モーティティオエルさん、11位シギさん、10位ホユーさん、9位ありー、勝った勝った、今勝ったよ。ちょっと待って、13位からいくね。じゃあもう一回、じゃあ13位モーティティオエルさん、12位シギさん、11位ホユーさん、10位ヒロシさん、9位オグリン、8位のぶいちさん、7位たなたなさん、6位くまねパパ、5位ゆういちさん、4位さとうさん、3位しょうさん、2位つなまやさん、1位はルパンさんです。ありがとうございました、ありがとうございました、聞いてくれてありがとうね。今日来てくれ、12位僕と行くよ。ありがとう、うれちーたん、来てね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 、嬉しい、ありがとうございます、来てくださいな、お願いしますって、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。早く寝るよ、早く寝ます、ありがとう、おやすみなさいと、ありがとうね。じゃあみんなまた明日会いましょう。スチスチスキピオありがとう、まるちゃんありがとう、ゆうすさんラビュー、非常に力ありがとう、はじありがとう、こちらこそ頑張れ頑張れ、でんでんでれってでんでんでれってでんでんでれってでん、しっかり負けないことを祈ってます、頑張ります。じゃあおやすみみんな、じゃあねバイバイバイ、スキミョンルルン、バイバイ。